本日すべての撮影が終了になります。ありがとうございます。すごい今日おしゃれ。2年生になりました。あ、2年生になったんや。こう抜くのはちょっとおかしいみたいになっちゃったよね。なかなかめっちゃ美味しそうだけど全然見えんな。あ、確かに。最悪。ごめんなさい、ごめんなさい。朝ドラに出てた。あ、出てました、出てました。じゃあ、みんな最後の現場頑張るぞ。あおよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画の企画制作は上市町首都圏同窓会が主導して、制作をしています。この上市町首都圏同窓会というのは首都圏における上市町出身者のコミュニティです。上市町出身者をつなぐ、首都圏と上市町をつなぐ、そういったところを目的に活動をしています。今回の新型コロナウイルスの影響でこの夏のお盆の帰省に関して悩んでいる方が多くいることを知りました。実際僕もその中の一人です。このですね、帰省を我慢すると選択される場合でもですね、上市とのですね、つながりは続けてほしいと思っております。そんなような思いで動画を通してオンライン帰省という選択肢を提案させていただきました。一緒に料理を作って一緒にみんなで食べたり、あとはスマホを使うことで一緒に思い出の場所に行くこともできます。こんな家族と友人と素敵な時間を共有できる方法を皆さんぜひやっていただけたらと思っております。動画の制作にあたり上市町出身者と上市町町民の方が合わさった共同チームを作りました。その共同チームではオンラインの会議ツールを使って離れているメンバーが話し合って会議を進め、実際の企画の内容を詰めていきました。このような状況、だからこそ生まれた活動ではあるんですけれども、この活動を通してですね、首都圏と上市町っていうのが距離としてはもう近くなったなというふうに感じることができました。撮影においても実際に上市出身者の方、上市町町民の方に出演をしていただいています。僕らも撮影に立ち会っている中で実際にその方々のオンライン帰省の様子を見ていて、やっぱりこうつながることって大切だなであったりだとか、地元にやっぱり帰りたいなっていうような気持ちっていうのは強まりました。はい、今回提案させていただいたオンライン帰省は選択肢のあくまで一つです。これをきっかけにやってみようだとか思っていただけるととっても嬉しいです。今回の動画はお盆の帰省時期に向けた動画になっているんですけれども、お盆っていうところだけではなく、今後ですね、上市町またはその出身者の方がですね、もっと気軽にオンラインを通してコミュニケーションが取れる、つながれるっていうことが生まれていったら素敵だなと思ってます。やっぱり何ですかね、遠隔でやるのと、そう、なんて言ってないんだろうな、正直やっぱちょっと大変だったなっていうのはありますね。そのやり取りがうまく、ちょっとうまくいかない部分も結構あったんで、でもまあできるんだなって、リモートでもやっぱしっかりできるんだなっていうのは実感しました。僕は直接遠隔でやり取りしたわけではないですけど、それは、まあでも普通にできてしまうんだなっていうのは確かに思いましたね。なんか
東京の方からズーム使ってちょっとこうやってとか動きの指示があったり、なんかいないんですけど近くに感じれたんで、なんかすごい新しい形の撮影の仕方だなって思いました。確かに。なんかそう、なんかなんだろう、地方でもこうやって人が集まればなんかなんか作れるよっていうのが、なんか自分たちだけじゃ無理だけど、そう遠くいる東京の人たちと力を合わせて作れるよっていうのが、なんか証明できれば、できたんで。逆に今回、まあ、このコロナがやっぱこういうことがあったからこそこういう形ができたっていうのはやっぱあるのかなと、まあ、気づかされたところは大いにあります、そうですね。やっぱりでもそのオンラインリモートで東京にいる息子さんとか娘さんとやり取りされてるご家族、まあ、ご両親がやっぱりその喜んでたなっていうのはやっぱ見て取れたので、すごい良かったなと思いますね。嬉しい、こちらとしてもやっぱ嬉しかったなという気持ちになりました。上市に帰ろうってあまり私が東京にいる時は思えなかったんですけど、こうやってテレビでつないでパソコンでつないで会えるんだったらちょっとやってみたいなっていうのは、ね、増えてくれるかもしれない。逆に増えてほしいですね。うん、昔はやっぱりやろうと思ってもできなかったことなんで、それを今やっぱりああいうふうにできる、どこの家庭でもできるっていうのは選択肢としてもう一つのスタンダードになってくるのかなというのを感じました。